こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9-2021ライブ配信始めていきましょう。ということで、久しぶりのウィーニングポスト9-2021ですが、2010年の6月4週から始めていきます。いつも通りツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。そして、YouTube、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。また、この動画のアーカイブを2日後、31日、大晦日ですね、21時じゃあれだな、みんな年末番組忙しいからちょっと早めるかもしれません。19時とか、はい、そちらにアップロード予定ですので、ぜひ見ていただければと思います。 YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。 This live archive upload two days after my YouTube channel my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 旧 Twitter であるX アカウント持っております。ぜひ見てください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもぜひお願いいたします。プリーズ、Twitter X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。じゃあ始めていきますか。2010年6月4週からですね。宝塚記念は天の iPod か、天のブログブエナビスタラが、あと天の世界に花らが出走となります。全部持ち馬ですね。他天のアラフォーの海外出張とか、そうですね、前回ブラックキャビアが勝ってくれましたね。ビクトアールピサ、カタノポニョ、じゃあ行きますか。ゴールドカップ、あとサンタアニタ、天の勝ち単位や登場、1番人気勝ち単位や122ですね。110のノワールホリデーが、続いておりまして、こちらが2番人気となっております。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゴールドカップアットサンタニタダート 2000m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。天の勝ちタインヤ前に行きそうです。アリオスコロナック、それに続いています。さらにはコモドールストーリー、7番ウェルノールネイビー、その後ろウェルノールネイビー先手を取りました。アイウォントリベンジ、それに続きます。その隣にウェルアームド、並んで5番ジェネラルクォーターズ、すぐ後ろにソリストインサイド、オレンジの帽子ノーアールホリデー、その後ろこれに続いてチャムシーバミアレス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。バブルタイト上がっていきました。ウィンターズクランバー、すぐ後ろ内からはグリーシャンスピードウェイ、しんがりからマインザットバード、各馬砂煙を上げてかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 7勝天の勝ちタインヤ、レースを引っ張ります。7勝ですよね。先頭はまだ9番天の勝ちタイン、
インやウェルノールネイビー、見え切れるかな。間を挟んでウェルアームド3番手、さあ天の勝ちタイン上がってきた。見え切れるか。この辺りでどうかな。追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。外から上がっていく。のぶつかり合いだ。残り迫ってきたぞ。あ、でも差詰まらないかな。大きく引き離しました。後ろはどうだ。天の勝ちタイン見え切りましたね。2着はノワールホリデー、3着にウェルアームド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の勝ちタイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ちました。もうちょっとボリューム下げてもいいかもな。コモンウェルススカップカレンちゃん登場、一番人気となります。100、これは無理だろう。3歳のレースです。カレンちゃんはまあピークこの後ですからね。一応レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 コモンウェルスカップ芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ベイテッドブレス前に行きそうです。タイモアケープ、それに続いていますスプリングポーカー、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはハミルトニアンシフト、ヌーベルティグレス、そのうちに続いています無敗のカレンちゃん、2番手を追走しています。これに続いて無敗ではあるんですよね。アイモアケープすぐ後ろ、その外にメロンパリ、確か初の G1 じゃなかったっけ。それに続きます。その外からスプリングポーカー、さあ後ろから馬が迫っている。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。特にあの黒い帽子強いな。これは捕まった。残り 200m、 ここで先頭変わって、マーレク、マーレク、先頭マーレク、デバル、マーレク、マーレク、1着、2着は掲示板に乗ったかどうかっていうところですね。勝ったのはマーレク、見事な勝利です。5着でした。初の海外か。セントジェームズパレス、アマナーラホーは2番人気、1番人気、カンフォードクリフス。カンフォードクリフスは121。アマナーラホーは102。これはちょっと厳しいのではないかな。3番人気やら。前に行く馬多いのな。とはいっても差しが有利とは思えないしな。ダイジェスト、アスコト競馬場 G1 セントジェームズパレスステークス3歳限定芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ追い出した。先頭前に迫るラジ様、だが中を割っていく馬が強い。先頭残り全然伸びないや。一気に後続が襲いかかってきた。カンフォードクリス迫る。カンフォードクリスかわす。カンフォードクリス1着、2着にはどうやらラジ様、勝ったのはカンフォードクリス、見事な勝利です。10着。ダイヤモンドジュビリーステークス金シャサの奇跡は一番人気となります。131。これはダントツなんじゃないでしょうか。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。スタースパングルドバナー、好スタート、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはスタースパングルドバナー、続いてブリーティングスプリット、さらにはメインアーバン、古豪、サムイクストラ、その後ろスタースパングルドバナー先手を取りました。その外にショートトレビラ、内からはオマハプロデューサー、その隣にランブリングストリングス、すぐ隣にセプテンバーアンジェラ、リトルブリッジ、それに続いています。その外からマルシャンドール、セイクリッドキングダム、そのうちに続いています。さあ上がっていきます。この位置です。間が空いて新日金車さんの奇跡、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、日曜王者の争いだ。スタースパングルドバナー先頭、さあ内外に広がる、変わって金車さんの奇跡、差し切った、スタースパングルドバナー勝ちました。1着2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金車さんの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。何勝なんだ、もう帝王賞です。スマートファルコン登場となります。天のつぼみも出てますね、1番人気スマートファルコン、大外10番です。直線が短いんで果たしてどうなるか、スポアルシチが2番人気となっております。みんな逃げ馬ですね、つぼみは下がりましょう。これは控える競馬で結果を出してほしい。さあレースです。大井競馬場のナイターの地方交流重賞 JPN1 帝王賞ダート 2000m となります。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナイキハイグレード、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナイキハイグレード行きました。続いて前へ行くのはエスポアールシチ、さらには天のつぼみ、10番スマートハルコン、その後ろナイキハイグレード、先手を取りました。少し間が空いてサクセスブロッケン、アンパサンド、それに続きます。その後ろからはボランタス、その隣にサンライズバッカス、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。シビルウォー、すぐ後ろ最後方に名称闘魂、各馬砂煙を上げてかけていきます、うん、もう一度先頭に戻りましょう。最強王者スマートハルコン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてナイキハイグレード、そして大きく離れてアンパサンド、この位置です。すぐ後ろにエスポアールシチ、緑の帽子天のつぼみ、いい位置につけました。すぐ後ろにボランタス、さらにはサクセスブロッケン、その外からシビルウォー、サンライズバッカス、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はスマートハルコン、2番手はナイキハイグレード、間を挟んでアンパサンド、3番手6番天のつぼみ、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。さあいよいよ直線の攻防、スマートハルコン、さあエスパールシティもやってきた。3馬身から4馬身のリード、残り 200m を通過して、一気にエスパールシティが差を詰めてきた。2番手はエスポアールシティが差詰まらない、逃げ切りました。スマートハルコン完勝、2着はエスポアールシティ、3着にキビルウォー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはスマートファルコン。おお、キザレベルもアップです。つぼみ8着ちょっと厳しいですね。アハルテケステークスか、うん、パス。
さあこれで、宝塚記念がやってまいります。行ってみましょう。山のアイポッドが1番人気、ブエナビスタ2番人気、山のブログ3番人気、山の世界に花4番人気と4番人気までを占めております。クラブ馬もいますね。当選上段が1番人気、1番のその中では1番の人気ですね。なるほど、アマナイポットとベーナビスタで割れてます。ベーナビスタ本種本命人気でオッズもそんなに変わらないです。ドリームジャーニーもいるけどな、まあ、ライバル馬ですけどね。ちょっと、のけて考えよう。さあこれ一番人気がアイポットなんです。それ以外戦法を選べますが、まあ iPod はねもうあれしたんでこのままでいいでしょう。レース行きましょう。さあ、春のグランプリ G1 宝塚記念阪神競馬場芝 2200m で行われます。春のグランプリの頂点に立つのはどの馬になりますでしょうか。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の凱旋リベンジ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、当選上段前に行きそうです。チーフズプリマ、それに続いていますサンライズマックス、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。ミヤビランベリ先手を取りました。内からはキャプテントゥーレ、その隣に当選上段、すぐ隣にアーネストリー、その外からロジユニバース。この辺りで各馬第一コーナー右にカーブしていきます。チーフズプリマ、それに続きます。並んで2番アマノセカイに花、1番人気のアマノアイポッド、現在馬群の中ほどにつけています。青の帽子ネバブション、その後ろ凱旋リベンジ、この馬もこのグループ、中山フェスタ、そのうちに続いています。その外にベストメンバーブエナビスタ、前走に続いてここもごちゃついてますね。結構先頭から最後方までおよそ20馬身、折り合いとか大丈夫かな。これに続いてドリームジャーニー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はキャプテントゥーレ、アーネストリー、ほとんど差がありません。ロジユニバース3番手、アマノアイポッド、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキャプテントゥーレ、その隣からはアーネストリー、ロジユニバース続いています。離れてミヤビランベリー、動き出した。後位を追走ベストメンバー、アマノアイポッドが前ですね。続いています。さあ上がってきた。ブエナビスタもこうする。最後の追い比べ、先頭はブエナビスタ、ブエナビスタだ。残り 200m を通過して先頭はブエナビスタ、2番手はアマノアイポッド、ブエナビスタ、この馬で決まりか。ブエナビスタ勝った。強い強いブエナビスタ、圧勝ゴールイン。2着はアマノアイポッド、3着にアマノセカイミハナ、これが最強女王だブエナビスタ。ウィニングランです。シーツ馬の方が強いな、ボーナスがあるだけに。管理馬でワンツーフィニッシュですね。はストームソングだけが残念ながら不渋滞となってしまいましたね。さ
サ・フランケル入球です。来年はちょっと外国馬買いたいですね。誰だっけ、起きた世界最強馬決定戦は香港バーズ12月2週シャテン競馬場、マイル戦だったよな、バーズってどうだっけ。まだ香港は出てないんだな、ブエナビスタ。iPod は？ああ、香港バーズ出てますね。2400m で実際勝ってます。今年いっぱいだろうなという感じはあるんで。11勝か。さあそばにいるねとルーラーシップを2頭出しですね。ベルモン、あ違う、オークスとダービーでレースが違うんだ。ジャンプラ賞には天の送り人は武豊鞍上、有馬記念勝ちましたよね。54歳だろう、まだもうすごいよな。坂田のツイッターがデビューとなります。ものなっちゃん09、お虹、天のなっちゃんも息が長いですね。虹ってボーナス出るんだっけ。これカムバックエール、言うほどカムバックじゃないけどね。さあこれでまたローテですね。勝ちたいんやは何勝だっけ。8勝なんだけど、多分8勝か、8勝だけど南部杯とかがあるからまだ満たしてないですね。まだまだ勝っていかないといけない。4、5、だから 2.5 勝減るから実質これ 5.5 勝なんだよな。まだ 2.5 勝分勝たないといけないということで、ちょっと優先的にローテを決めないといけないな。まず7月1週で、まあとはいえ休んでからだろうな。ということは8月を2週以降か。あ、気持ちいいがいるんだ。気持ちいいは11勝か。スティーブ・ホスターってどんな感じ。あ、ドバイワールドカップ取ってる馬じゃちょっとこれは避けたい。ハリントミリオンじゃなくてシュフィックはゼニアッタがいるが、じゃあここかウッドウォードなのか。まあ確実に勝てるレースの方がいいですからね。
フォアゴーステークス。ここはやめます。そして2種放牧ぐらいしとけば、いやちょっと待った、まだもうちょっと待とう。で世界に花は、20章か。今年は最後ですからね。なるほどね。まあ何にするかは考えどころだな。8月の5週以降だろうな、あるとして。勝ちたいや2000、あ、いけるんだ。じゃあなければな、こういうとことか、こういうとこなんだけどな、まあ、こういうとこでもいいですよね。なんだこれ、フラワーボール、ロデオ。選択難しいな。まあ牝馬限定じゃなくてもいいかも。してない。8月4週だからな。バーデン大賞、電車さジエベレストに出ます。っていうかジエベレストに出るんだけど、その前に何回出とかないとな。調子悪くても勝てるんだよな。仮に休んだとして8月の2週以降だな。ここか、モーリス・ド・ギッショ行きましょうか。まあ条件付きですけどね。ね、一周、あ、嘘、あかん。一回そうだよな。なんで79キロ、えぐいな。7月を2週に帰ってこれるんだったら1週放牧して7月を3週からってことになるけどな。さあホイットニーステークスですね。気持ちいいわ。11勝、まあないとこじゃないでしょうか。ペルソナは12勝か。まあ文句ないでしょう。ということで今週か、今週なんで、ちょっと疲労度は全然ない。アイポッドはちょっと成績が落ちてきてるな。これも8月を5週以降なんだよな、出れるのは。一応これで登録はしとこう。ブログも10勝です。大阪杯取ってるのに大惨敗してるんだな。なんか濃いって言われてる感じですね。でも札幌記念大量に出てるから無理なんだ。じゃあアーリントンミリオンに出ましょう。
か。いや、やめとこう。9月以降でいい。本当にローテに苦労するよな。バーデン大賞は世界に花がもう出てるから、うん、こっちの方にしよう。で、アミーゴが14勝です。想定内、まだ G1 取れてないどころか G3 も苦労してるぐらいだからな。ジニアターマーキュリーステークスに出してて、パシフィック、石放牧をパシフィッククラシックのローテーション、こいつにはもう満たしてますよね。春も出ますが、春を一周ほぼかな。さあ、スマートハルコン、GPN1 を勝ちました。でももう大丈夫なんじゃないの。全日本2歳優勝と合わせてみると、じゃあもう最後もう地方の路線走り出して終わりにしましょう。この辺ですね。でゲド戦記がサセックス、ゲド戦記9勝ですね。短距離もいけるんだ。さあ、オーケンブルースリーです、今何勝だ。まだ4勝か。ちょっと厳しくなってきたな。なかなか勝てないんだよな。メンバーをちょっと選びつつ勝てるレースに出ていくしかないっていうところですよね。まあ、キックジョージとかいるんだけど、ニコニコが出てきてる。ソードランサーかな今んとこは。ちょっと調子落ちてますね。椿10勝上げております。もうこれ条件満たしてますが、スプリンターズはちょっとないんじゃないかな。なので、まあ、マイル戦ぐらいならいいけど、スプリンターズはちょっと微妙に短いんじゃないかな。これなら全然ありでしょうけどね。スミトがいる。ナッソーとかでもいいです。出てみましょう。面白いかも。ハルヒがキングクロスビー、イナバウアーが、イナバウアーあと2勝だから、こんなのに出るわけにはいかないよな。なんで札幌記念には出ません。せっかく今調子いいのにこんなのに出てる場合じゃない。距離は17の2600。なんだ、ここがいいと思う。ジャンロマネ賞、
必修項目で、Nループがプロキオンか。とりあえずちょっとローテがなきついよな。まあでもまあ函館記念で巻き返すってのはいいと思う。キャッキャもちょっと厳しいですね。ニコニコはまあ何としても勝たなきゃ。ニコニコはあでも S とかなんだよな。なんでまあまあまあ晩成だからこれからだろうな。三上はこれは OK だよな。条件満たしてますね。8月1週以降でマイル戦。セックスはゲド戦記が出てます。あでもこれじゃないな。むしろこれだと長い。じゃあこれか、ジャックルマロア賞です。勝ちやすい競争だと思うけどな。でヒーローがまだ勝ってない。ちょっとヒーロー疲れが目立つよな。なので二周放牧しときましょう。つぼみがうん、まあエルムでいいんじゃないかな。ブエナビスタ高塚キネオス見事制しました。16の2400だからベストはやっぱり2000ですね。まあここでもいいけど、ここかな。ブラックキャビアです。まだ4勝だから何としても勝たねばならない。短距離戦は最優先で出る必要があります。そして今の状態は休み明けですね。7月を4週以降ちょうどいいレースがありましたが、春日がいいのか。春日、あでも春日9勝を挙げてるから、あでも芝なんだよ。えなんでなんで、あダートかこれ。ダートやったらダメですね。行きましょう、勝負です。ちょっとあの仕上がり良くないかもしれないけど走らせてみましょう。花盛り、筒肉が3勝、滝スターはまだまだですね。まだまだ鍛えないといけない。健康がな、瞬発力スピードが瞬発力分からんからな。ちょっとプレゼントしましょう。ラキスタ、いいですね。でもまだ情報が分からない。使ってみましょう。
さあドロロは結構疲れが心配です。何クイーンステークス、ただ育成効果残ってるから疲れが溜まってるんですよね。そうなると簡単には使えないな。さあダービー馬になったルーラーシップ、ベルモントダービー協会行きます。ちょっと調子が落ちてるんでこれ出たら休ませます。ルーレーがジャパンダートダービー NHK マイルカップを勝っております。ダート別にこなせないわけじゃない。送り人はもう5勝ですね。でも5勝だけど負けられない戦いが続きます。なんせ早熟ですからね。でアラフォーですか、アラフォーは大惨敗だったな。今6800万か。芝だな。中京諏訪想定内。関根記念あたり出してみるか。高度が低ければな。でポニョフランスダービーを取りました。さあただね早熟なんで結構厳しい戦いが強いられそう。やっぱり犬ねが一勝してますね。桜花賞を取ってます。で今週出るトゥルースが2着は1回あるけどな。オークスでドイツのお薬出ます。カレンちゃんはまだちょっとやっぱり厳しいのかな。芝をダートもこなせますが確かにクラスターカップはいいかもしれない。距離はない。あ、そういえばここ出れるんだよな。これはこれ面白そうなんで出しましょう。うん、まあいいんじゃないでしょうか。グーガーシュースでツイッターがデビューでフランケルが登録されました。芝ですね。フランケルは安川ってどんな機種かな。いいジョッキーで若ければしましょう。若くはないよな。変だったら田辺騎手の方がいいかもね。さあクラブです。浜本さんと伊坂さんが儲かってるのか。行きましょう。ネクスト、ベルモントオークス招待天のそばにいるね一番人気となります。110、抜け出てるとは言い難いな。接戦のレースです。2番人気はオムリットイタジャラ。先方も先方ならなレース行きましょう。
ベルモントオークス招待、G1 ベルモントパーク競馬場での G1 芝 2000m、 おそらく牝馬限定戦だと思われます。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、マーケトリーコード前に行きそうです。エバリットマシーン、それに続いています。さらにはサファリモデスト、栗色の馬体、ザゴラン、その後ろ先手を取ったのはエバリットマシーン、内からはアルキオーネホーネット、その外にワーズメッセージ、続くのがグッドリーウッド、その外からリバにオマリットイタジャラ、その後ろからはロザナラ、並んで11番エリザベスウォール、最後方にオープンカリム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から13番エイバリットマシーン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、サファリモデスト、それに続いています。これに続いてアルキオーネホーネット、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はエイバリットマシーン、2番手はサファリモデスト、アルキオーネホーネット、3番手天のそばにいるいい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエイバリットマシーン、間が空いてワーズメッセージ、間が空いてサファリモデスト、最終コーナーをカーブして、さあ仕掛けていくが、なんかいまいち伸びが良くない。残り 200m を通過してワーズメッセージ、先頭2番手は上がってきたけどもう遅いですね。4着でした。ワーズメッセージ、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはワーズメッセージ、見事な勝利です。さあルーラーシップがベルモントダービー招待に出走、一番人気です。119かルーラーシップは、そんなに言うほど差はないですね。安心はできないと言っていいんじゃないでしょうか。さあレースです。3歳、G1 ベルモントパーク競馬場芝 2000m ベルモントダービー招待が行われます。内からはイマジンエフォート、ルーラーシップ、この位置です。ミルビッグ、すぐ後ろ、最後方にディアウィンストン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から G1 馬リトルマイク、依然として先頭、その後ろにセットシュガー、大きく離れましたゲイリックナンバー、緑の帽子ピクニックフェイム、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてリトルマイク、セットシュガーほとんど差がありません。間を挟んでピクニックフェイム、3番手ルーラーシップ、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はリトルマイク、離れてセットシュガー、さあ上がってきたルーラーシップ、追走、最終コーナーを届くのか。あでも背足はいいですね。先頭に立った、ルーラーシップ先頭だ、しかし勝ちましたね。なかなかいい。2番手はリトルマイク、また引き離すのみ。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はリワイルディング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいね、新機種でいいような気はしますけどね。いいえ、
ジャンプラ賞天の送り人一番人気です。送り人は他が110を超えない中、考えてみると絶対有利ですね。さあしっかり勝ってもらいたいところですが、どうなるか。3歳戦なので不確定要素もありますレースです。ドーミル競馬場3歳 G1 ジャンプラ賞芝 1400m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ベルベットメイデン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくベルベットメイデン直線競馬ですね。続いて前へ行くのはドイリーフリート、さらにはディックダーピン、黄金の馬体アースショート、その後ろディックダーピン先手を取りました。シャーガートゥーレそのうちに続いています。これに続いてカフェスイング、その隣にキャロルズインク、その外にヘッドオブコメディ、内からはリベユーディスガイズド、これに続くのがグレースフルエーシス。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。その外からソサエティロック、先頭は依然としてディックダーピン。どこにいるんだ。さらにリードを広げます。2番手はヘッドオブコメディ、間を挟んでパースショート、3番手残りあと400m、長い直線ここからどうか。あーしかし王者の争いだ。ディックダーピン先頭、ディックダーピンの方がいい。通過して天の送り人追い上げてきた。天の送り人、いや先頭だ。突き放します。2番手はディックダーピン、勝ちましたね。差し切りました。2着はディックダーピン、3着にヘッドオブコメディ、世界の強豪相手に内外なんで分からなかったんですが、勝つことができました。まさしく日本が世界に誇れる馬です。あ、間違えた。スパーキングレディーカップ天の冬ソナ、これ JPN3 ですね。一番人気。ダイジェストいきましょう。川崎 JPN3 スパーキングレディーカップ牝馬限定ダート 1600m マイル戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ネフェルメモリー先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。天の冬ソナ抜けた。2番手はネフェルメモリー、天の冬ソナ勝ちました。2着はネフェルメモリー、3着にラブミーちゃん、これが世界の実力だ。天の冬ソナ、さあ型のツイッターのデビュー戦です。 1.7 倍、ダントツを1番人気。ダントツじゃないか、インターメイクがライバル馬に立ち下がってます。ただ印はグリグリです。父天野一郎、母天野ロンバケとなっております。まあ、インターメイクぐらいだからな、ライバル勝ってもらいましょう。ダイジェスト、福島2歳新馬戦、芝 1000m の電撃戦、型のツイッター メイクレビューです。短い直線に入って後続は届くかどうか。型のツイッター楽勝ですね。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はインターメイク、肩のツイッター、この馬に決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はインターメイク、3着にエルクアメリカン、これはものが違う。肩のツイッター、いいんじゃないでしょうか。さあラジオ日経賞、天の iPhone 登場です。酒井さんが仕掛けてきました。
クラブは凱旋席駅もいません、ね、2番人気。ただ天のアイフォンが印はグリグリです。まあ凱旋席駅も強いですよ。まあ天のアイフォン、ここで立て直しを図りたいですとなります。ダイジェストいきましょう。福島3歳 G3 ラジオ日経賞、残念ダービーと言われてきました。かつては芝 1800m です。短い直線に入って、あ、もう楽勝だな。打ち切った先頭、後続大きくちぎれました。残り 100m、 2番手はダークシャドウ、天のアイフォン、この馬で決まりか。ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着は凱旋赤壁、3着に昇竜ムーン、1番人気に応えました天のアイフォン、見事です。CBC 賞クラブ馬がいろいろ出ますが、ハリダットが、ああ無理か、ハリダット勝てなかったですね。さあ4頭です。うち海外が1頭、天の花坂井です。天のブルーレイがジャパンダートダービー出走しますね。関東オークスの凱旋マリコイヌとか凱旋ジュピター、いわゆる凱旋クラブ馬が立ち塞がります。ウッシシ、で、前走、誰だっけ、ブイナビスタだっけ、レースを調整しなあかんのはカレンちゃんだっけ、違うわ、キンシャサだ。ジュライステークスに出すわけがないです。削除してモーリスド日勝一周放牧、これでよし。で他の馬見ていきましょう。ちょっとカレン送り人はジョッキーを変えないといけない。まあでも竹豊なんですよね本来、まあ、横乗りに乗ってもらおう。かこのレースとは限りませんっていうか、 G1 取らないといい、キンランドじゃないよこの馬、送り人は千里の戦後、ダート走れないよな。え、あーダメか、ここはカレンちゃんが出る、ここも出るから結構出れるレースは限られるよな。でダートはダメだからな、まあ、本来ならここだよな。ただここで必ずしも勝てるかって言ったら何とも言えない。まあでも勝たなきゃいけないけどね、まあ、まだ3歳だからな。イギリスの優勝じゃないような気はする。厳しいな、選択肢がなかなかない。これ以上入れましょう。ただキンランド行くしかないですね。
で、ツイッターはどうするかですね。iPhone は小倉記念か。1200の2100。でまだ戦えるからな。ちょっと待って、芝か。これはダメってことだよな。ってことは芝ならな、出せるんだけど。うん、デルマオクスとか。うん、ここをちょっと目標にはしよう。もうちょっと短いマイル戦の方がいいよな、確実。ここかな。あ、でもドロロがいるんだ。宗教記念は想定内が出る。ペパードとかじゃダメなんで、関谷記念はアラフォーが出るんだ。結構難しいな、選択肢が。まあロートシルト賞かな。ツイッターはどうするか。戦後の2200なんだ。1006ってどういうレースがある？1006以上となると、ここだけど、これダートはダートじゃないからな。これダートなんだ。まあ、これですね。これ出しましょう。ダイヤ賞。まあ、いいんじゃないでしょうか。できればな、重賞で適正みたいですよね。ダイヤ賞より。ダイヤ賞オープン特別だからな。新潟日産ステークス。もちろん武豊の勝ちたいんやがフォアゴー、勝ちたいんやがまだ勝たないといけないからな。カエンちゃんが、そばにいるねが、なるほど。まあ一生か。まあでもまだ足りないよな。なので、まあ鍛えるしかないってとこですよね。14コーダーは低い。 2着なんだかな。
闘志あげたい、闘志あげたいっていうのは G1 を出す馬だよな。結構すぐに出る馬で闘志をあげたい馬ってなんだろう。あ、トゥルースじゃ無理だろうからな。いや、トゥルース行こう。さあ、エクリプスステークス天の花盛りですが、3番人気となります。104リップバンウィンクルが123、ちょっとこれは厳しいです。難しい。グロリアでカンピオンなんかもいますしね。ダイジェストいきましょう。サンダウンパーク競馬場 G1 エクリプスステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はグロリアデカンペオン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。上がっては来てないか。残り 200m を通過して、これは強い。2番手はソーユーシンク、リップバンウィンクル、この馬で決まりか。リップバンウィンクル1着、リップバンウィンクル完勝。2着はソーユーシンク、3着にキャバーンポーション、勝ったのはリップバンウィンクル、見事な勝利です。金量か。ジャパンダートダービー天のブルーレイです。1番人気、1番人気ですね。凱旋クラブは凱旋マリコイヌが2番人気、クラブは凱旋ジュピター5番人気ですね。ピアリスクエア、エルコーラ、どんな馬だ、わからん。マリコイヌは、追い込みなのはブルーレイ、追い込みなのは果たして届くのかっていう心配はありますが、レースで行ってみましょう。大井競馬場 JPN1 ジャパンダートダービー、3歳のダート王が決まります。大井競馬場のダート 2000m で行われます。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはカウントオンゲーム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカウントオンゲーム、花に立ちます。その後ろからは凱旋ジュピター、この馬も上がっていく構えです。では前の方から、先手を取ったのはマグニフィカ、その隣にカウントオンゲーム、ゼンダーアプローチ、それに続いています緑の帽子凱旋マリコイヌ、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。すぐ後ろにスイングダンスーズ、内からは凱旋ジュピター、ワイジングキロ、それに続きますオーサムリバース、そのうちに続いています。並んで9番シップジラルディラ、その外からイージーラブ、さらにはレアリースクエア、内からはアミューズシーン、その後ろにオギシアター、スキームキャロット、その前に進出、これに続いてエルコーラー、最高峰追走は天のブルーレイ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、5番マグニフィカ、依然として先頭、先頭は依然としてマグニフィカ、カウントオンゲーム、ほとんど差がありません。間を挟んでゼンダーアプローチ、3番手 G12 勝天のブルーレイ、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マグニフィカ先頭、さあ凱旋マリコイヌ一気に、なんか割ってきた。200メートル、天のブルーレイ先頭だ。ブルーレイだ。手は凱旋マリコイヌ、後続は大きく離れた。すごい背足、段違いの強さです。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のブルーレイ。3歳の頂点に立った天のブルーレイです。さあ、七夕賞天のヒーロー登場となります。1番人気、
クラブは凱旋ヘルシオが2番人気で、本種本命はヘルシオの方です。あとレジネッタなんかもいますね。ではダイジェストいきましょう。福島 G3 七夕賞芝 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のヒーロー先頭、前に迫る凱旋ヘルシオ。ヘルシオ来た。ヘルシオ差し切られた。凱旋ヘルシオ1着、2着は天のヒーロー、3着に天馬バトル、見事に勝ちました凱旋ヘルシオ。プロキオンステークス天野エネループ2番人気。富士のウェーブが1番人気で印は持ってますね。あとバンクル立山セレスハントあたりが人気です。さあ天野エネループ先方変えられます。さあ指名行ってみましょう。ダイジェスト中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サマーウィンド先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。上がってきた。あと200メートル。さあ先頭は今度は接戦になってきた。2番手はいや、エネループが抜け出した。勝ちました。1着天野エネループ完勝、2着はセレスハント、見事に勝ちました。天野エネループ富士のウェーブ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ4週目は海外 G1 3勝ですね。蓮舫は G2 か、初音ミック、ブラックキャビア、全部武豊鞍上、ゼニアッタはマーキュリーカップに出てまいります。ブルーレは勝ちましたね。花盛りは何これ。あ、海外ではちょっと厳しい、まだ厳しいのかな。まあでも札幌じゃないような感じはあるよな。あ、ダートもいけるんだ。リーダーズコップ、ゴールドカップ。ブルーレイがどうかな。ちょっと疲れが心配ですね。なので距離は1006の2400、中距離馬ですね。芝ダートどっちも行けます。出れないんだ。あ、面白そう。こっちでもいいです。こっちかな。登録してみましょう。ジョッキーを武豊に変えて、で2周放牧。エネループがエルムか。エネループどうなんだろう。健康は C なんでそんなに良くないな。柔軟性、賢さ、勝負根性は高いからな。そこまでいらんよな。
勝ったに負けたいだからもう1ランクレース上げるか。戦後の2300、日テレ杯とかか。こっちもありますよね。でもビフォルダーマイルとかレベル高いからこれは勝てない。ここを出しても多分スタデバーンデン、どんなレースだ G2 か。まあ芝だからな、ダート向きだからな、芝じゃないよな。パーソナルエースこれに行きましょう。ここが C、 柔軟性が D か。ルーナーシップどうするかですね。いや、何となんでもそれはないでしょう。札幌記念はいくら遅めだからって言っても、あ、ポニョがいるんだ。じゃここに登録します。新しい機種か。かぶりがあると、佐竹豊がかぶってる。これはハウルは別のジョッキーしよう。ハウルここでいいのかな。あ、いいのか。三浦康生、あとセクレタリアートが C は乗ってくれない。このまま行っても、誰とかぶってんだ。そばにいるねか。そばにいるね。福永か、普通は。福永でいいです。あ、福永もかぶってんだ。福永がかぶってるとなると、アミーゴとかぶってる。アミーゴは取ってますからね。じゃあ、そばにいるねがちょっと落ちる？落ちるな。優先順としては落ちちゃうよな。山の騎手、いや、くまちゃん、新崎騎手、はい、行ってみますか。ダッチェスケンブリッジステークス天野蓮舫です。あ、9番人気、まあ人気ないよな、仕方がないです。これはまあダイジェストでいきましょう。ニューマーケット競馬場 G2 ダッチェスオブケンブリッジステークス2歳芝 1200m の直線競馬です。さあどこまで走るかですね。上がってはきてるね。うん、でも一着は厳しいかな。先頭は依然としてスライドシスター。2番手はデッキフロリックスライドシスター先頭だ。スライドシスタ ー, スライドシスター一番乗ったかどうかっていうとこですか。デッキフロリック3着にコースタルスーン、勝ったのはスライドシスター、見事な勝利です。
レフは5着でした。金量か、精神面ひ弱。そうなんだ。ファルマステークス、アマナハツネミクです。2番人気、1番人気はゴルディコバ。これはちょっと厳しいな、相手が悪い。サプレザもまあ強いよな。さあ戦法変えられますが、変えてもそんなに変わらない。ダイジェスト、ニューマーケット競馬場 G1 ファルマステークス、芝 1600m 直線競馬です。前はタイフントレイシー、ここで先頭が入れ替わりました。ゴルディコバ、タイフントレイシー、ゴルディコバもう先頭。日曜王者の争いだ。ゴルディコバ先頭、残り 200m 後続を引き離しにかかります。届かない。これは完全にちぎれた。2番手はサプレザ、ようやく上がってきたが、まま完璧です。3着まで圧倒的な強さを見せました。2着はサプレザ、3着に天野初明ミク、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。さあブラックキャビアがジュライカップに出走です。一番人気です。125。ブラックキャビアまだ金札まだだったから、ま取りに行かないとダメですね。では行きましょう。レースです。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ、芝 1200m 直線競馬の電撃戦となります。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシーニックブラスト、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシーニックブラスト花に立ちます。その後ろからはキングズゲートネイティブ、この馬も上がっていく構えです。さらにはスタースパングルドバナー、13番シークレットオブオース、その後ろシーニックブラスト先手を取りました。その外にグリーティングスプリット、その後ろからはリトルブリッジ、赤の帽子イエスフィース、その後ろ先頭は依然としてシーニックブラスト、スタースパングルドバナー、ほとんど差がありません。さあこっからだ。さあ追い出した。ブラックキャビア、この位置から届くのか。最後の追い比べ、先頭はスタースパングルドバナー、内からぐんぐんとブラックキャビア、ブラックキャビア先頭ですね。力強い。後続を引き離すブラックキャビア、足色は衰えません。2番手はスタースパングルドバナー、ぶっちぎりました。ブラックキャビア今ゴールイン、段違いの強さです。2着はマルシャンドール、3着にスタースパングルドバナー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいんだよ。あ、いいえ。マーキュリーカップにゼニアッタ出走です。一番人気。あ、フリオーソとの対決となります。ラフォルセもなかなかいい馬ですね。ダイジェストいきましょう。盛岡競馬場 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあもう先頭だ。ゼニアッタ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はフリオーソ、後続は大きく離れた。勝ちましたね。ゼニアッタ今ゴールイン、
段違いの強さです。2着はプリオーソ、これが世界の実力だ。ゼニアッタ。さあジュライステークスです。クラブは凱旋オッパッピーが一番人気、オープン特別オープンに上がってきたばかりですね。ヘンリー・ミスワキオリーブバーニー値ですが、勝ってもらいましょう。ダイジェスト中京オープン特別ジュライステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オンリーミスワキ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。さあそこからやってくるが、先頭は依然としてオンリーミスワキ、一気に捉えるか。オリーブバーリー、オリーブバーリー凱旋をパッパッ並んでゴールイン。うわすごい接戦、接戦になりました。わずかにオリーブバーリー体勢有利。負けたか。さあ函館2歳ステークス、クラブは凱旋ユニクロです。一番人気はアラバマ コメディですね。他東海デイビス、エシンメドナもいますが、どこまで頑張ってくれるか。凱旋ユニクロダイジェストいきましょう。函館2歳 G3 函館2歳ステークス芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。アラバマコメディ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は東海デイビス。アラバマコメディ先頭だ。アラバマコメディ、アラバマコメディ1着、2着にはどうやら東海デイビス、3着にエーシンメド。アラバマコメディ見事1番人気に応えました。さあ、ドイツオークス、あとピンググロスビーステークスあたりですね。ローテ決めです。蓮舫は、戻ってきまして、札幌2歳ステークスとなります。まあ、距離は もうちょっと伸びた方がいいのかな。ツイッターも、出ます。重賞8000杯を狙います。でフランケルですね。フランケルが新馬戦で、あとはポニョか。フランスダービー制覇してるからな。でも参照はちょっとつらいな。いやでそばにいるねが札幌記念に出るんで、で iPhone はロートシルト賞、シルスは今週です。カレンちゃんがアレンジャーケンスステークス、なんだこれ。あ、まあしっかり堅実に勝てるとこを選ぶっていう感じですね。山のグーがシリウスステークスか。グーはベルモントが大惨敗だったからシリウスぐらいしかないんだよな。でルーラーシップ調子は上がってはいるんだが、で送り人キアキンランド、あと2勝ですが、
まあ、一周放牧ですしましょう。でアラフォーが関谷記念、ブエナビスタダイアナステークス、ローテは大丈夫、ブラックキャビアスプリンターズですが、もう一走してもいいかもしれないですね。あ、刀ハルヒとの兼ね合いだろうな。あ、まあハルヒはあれだけど、ダート向きだけどね。ここは金車差出てるんだよな。ここかな、スプリントカップマルシャンドールがいますが、ブラックキャビアまだ5勝か。じゃあもうしっかり勝ってもらうしかないよな。そう、まだこの馬勝たねばないんです。さあ、夏にミクはまだ3勝となります。わからん、一回放牧してそれからローテ決めてもいいかもしれない。ちょっとなんか不安だな。ドロロ疲れがちょっと心配だな。まあこれも出てからですよね。疲れ溜まってると思うんで、つきまたぎ放牧させるとは思いますが。あ、間違えた。拾おうとしたかったんだ、本当は。ちょっと調子が落ちちゃったか。それはちょっと残念です。こっち使えばよかった。ナバは持たないだろう、これ調子。キャンキャンとスマートファルコンはともにエルムステークスか。アルコはまあいいかな、出なくても。ちょっとエルムは回避して、あとでちょっと考えましょう。スマートアルコは受賞してるのか。先ほど戦記が9勝か。あと何勝？あと4勝か。どうかな、もう5歳だしな。うん、一周放牧。ハウルも重傷してます。まあ一周放牧でいいんじゃないかな。が18勝か。ちょっと調子落ちてしまってるかな。ブログはアイリッシュチャンピオンステークスに出ます。でアミーゴもはまあいいか。想定内がちょっと調子悪い。まあ放牧かな。
ね、そんな、うん、その12勝か。さあどのレースに出るかですね。子供がいるからな。稼げるレースに出る、これだろうな。あ、でもこれではあんまり稼げない。分からん。なんだこの、あ、ロデオライブか。こうしばらくはこれはこのままでいいや。世界に花がバーデン大賞です。で、あと勝ちタイヤがフォアゴーです。勝ちタイヤまだ満たしてないからな。最終年ですからね、頑張ってほしいです。なるほど。首位互角、ドイツオークス。リアルインパクトか。想定内がトップ。凱旋はセグもいますね。もう線の風だ。この週がおそらく最後の週になるかと思います。ビングクロスビーステークス、片野春日です。一番人気です。129抜けてないや。アマゾンビがいる。これは厳しいな。さあ勝ってほしいがレースです。ディルマー競馬場 G1 ビングクロスビーステークス、ダート 1200m 電撃戦です。さあ、こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。直線じゃないんですね。スタートしました。コースタートを決めたのはゾワズエコー。ちょっと出遅れたぞ。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくゾワズエコー行きました。続いて前へ行くのはトゥーマッチフォームス、さらにはフェータルブリッド、最強女王片野ハルヒ、その後ろ、うん、先手を取ったのはフェータルブリッド。少し間が空いて、いいですね、刀ある日。その外にアマゾンビは最高峰です。先頭は依然としてペータルブリッド、ソワズエコー、ほとんど差がありません。トゥーマッチフォームス。さあ先頭を伺う。大外からピンクの帽子、刀のハルヒ伸びてきた。さあアマゾンビも中を割ってくる。コースに入りました。日米王者の争いだ。先頭変わって刀のハルヒリード。あー、しかしアマゾンビの姿勢もいい。200メートルを通過して、どうだ。後続がやってきた。2番手はアマゾンビ。いや、及ばないか。先頭勝ちました。2着はアマゾンビ、3着にスタートは影を分けたかな。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ドイツオークスです。アマノトゥルース、2番人気、1番人気スピアスウィッシュ、スピアスウィースですが、
プロフィット心理かな、これの方がレーティング的には持ってますね。あとバラッド・ディンキーあたりもいいですね。先行策どうかな、まあ内枠だから行ってみるか、いや差し馬そんな多くないからこのままで行きましょう。レースです。ハンブルグ競馬場、3歳牝馬限定 G1 ドイツオークスディアーナ賞、芝 2200m です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはモーニングナタリー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してモーニングナタリー花に立ちます。その後ろからはカルテットナンシー、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。ウェイクミーアップ、先手を取りました。その外からマニスティックラッシー、その隣にソピアースウィーズ、モーニングナタリー、この馬もこのグループ、これに続いてプロフィートシンディー、カルテットナンシー、その前に進出アイビバウンティック、すぐ後ろさらにはケルティックテーブル、その後ろにガンドリアサンタイム、並んで連勝中のバラッドディンキー。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ソピアースウィーズ、2番手はウェイクミーアップ、マニスティックラッシー、3番手4番アマノトゥルース、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はソピアースウィーズ、ウェイクミーアップ、続いていますマニスティックラッシー、その後ろ間が空いてアイビバウンティック、カルテットナンシー、その後ろガンドリアサンタイム、続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はソピアースウィーズ、2番手はウェイクミーアップ、マニスティックラッシー、3番手クリーンのソピアースウィーズが良さそうだ。この位置から果たして、ちょっとトゥルースは届きそうにないか。長い直線、ここからどうか。スピアースイース先頭、中割ってくるが必死に。3馬身のリード、残り 200m を通過して、プロフィートシンディ追い上げてきた。プロフィートシンディ一気に前が変わった。プロフィートシンディゴールイン、2着はブラッドディンキー、3着にアマノトゥルース、勝ったのはプロフィートシンディ、見事な勝利です。3着でしたね。さあ中京2歳ステークスです。ホエールキャプチャーですね。でもレーブディソールが人気。あとウォールアズアンあたりですか。ダイジェスト、中京2歳限定オープン特別スポーツ保地杯、中京2歳ステークス、芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レイブディソール、先頭内からホエールキャプチャー、ウィンバリアシオン伸びてきた。ここから勝負をかける。あと 200m、 ウィンバリアシオン追い上げてきた。ウィンバリアシオンだ。2番手はレイブディソール、先頭はウィンバリアシオン、1着でゴールイン、2着にはどうやらレイブディソール、見事に勝ちました。ウィンバリアシオン、福島テレビオープンマイネレーゼルですが、これはちょっと厳しい。さあ中京記念天野想定内登場、一番人気です。凱旋気合だとか出てますね。想定内は鳴尾記念も勝つことができなかった、剣と長来を期します。アブソリュートはちょっと人気ない。トライアフマーチも決して、ダノン55も決して油断できないですからね。ではダイジェストでいきましょう。中京 G3 トータ賞、中京記念、芝 1600m マイル戦です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。アンライバルド先頭、前に迫るアーリーロブスト、ここで先頭に立ったアーリーロブスト、あと 200m、 凱旋ティアイダー追い上げてきた。凱旋ティアイダーだ、先頭凱旋ティアイダー、先頭だ凱旋ティアイダー、凱旋ティアイダー、1着2着にはどうやら天野想定いない、想定いない、届かなかった。凱旋ティアイダー、天野想定いない、わずかの差で勝利を逃しました。さあ、函館記念です。天の線の風、片野フェイトの2頭が出走です。1番人気は天の線の風ですね。そして本紙本命は千雲ワンダーとなっております。あとレッドリザイアも不気味ですね、存在としては。さあ、片野フェイトは先行策で行ってみましょう。ダイジェスト、函館 G3、 函館記念、芝 2000m です。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い、成田クリスタル先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。片野フェイト、片野フェイトですね。1着、2着はレッドディザイア、3着に成田クリスタル、見事に勝ちました。片野フェイト、3番人気は千の風は4着。2頭です。ついにオルフェーブル入球です。そして、肩のインサイトも入球ですね。さあ、海外5頭です。5レース5頭です。もう内竹豊が乗ってないレースは多分、あ、でもポニョも C 機種だからまだだな。ヒド戦機ってもう休勝してるよな。あと、まあ、クイーンステークス山のドロロが出てまいります。キャプテントゥーレ、お、宇野川果歩の帰宅です。16勝ってすごいけどな。しかも海外 G1 取ってるし、ゆい子1勝、フィッツ、いつの間にか。さあ、ちょっと牧場で。キッズハウスって作れない？ダメ。ダメですか、作れないんだな。まあ、ダメだろうな。研究棟もダメ。ダメ。あ、大型反路コースはいいんだ、作れるんだ。あ、ダメだ、面積ん？あ、面積っていう制約もあるんだ、これ。
花壇とかも釣る施設とかもダメ。じゃあもう何も作れないじゃん。終わりですね、これで。一方はこちらは トレッドミルとかミストはまだ作れる。シュダマボはダメってことか。トレッドミルとミストですね。ミスト作ってみましょう。さあ、これあのセールもありますが、セールは次回に回したいと思います。勝ちたいや、しっかり勝ちましたね。あとフォア5を取ればどうだ、こう10勝上げたらいけるんだっけ。10勝だ、 2.5 マイナスになるから 10.5 勝上げないとダメなんじゃないの。勝ちたいやは3勝ってことですね。まあ1勝は地方でもいいですが。一方バーデン大賞、冬ソナはスパーキングを買って、ジュニアッタがいるんだ。あ、ここな、ウッドウォードもいいよな。ちょっと調子がな、不安ですが。さあ、アミーゴ。想定内とも、札幌記念を目指します。本当？あ、いや想定内は分からんな。でも勝ててないからな、正直ここはあまり出したくないな。18とかの方がいいだろうな。怖い。怖いあたり出そう。あ、え、そんな世話されんのか。じゃあ毎日王か。でゼニアッタがパシフィッククラシックに行きます。でスパートハルコは GBC クラシックですねの予定ですが、あ、でもちょっと待って、スマートハルコンはこれはいけるんじゃないかな。だからまあちょっとやってみるか。戦記戦の数そんなに調子上がらないよな。春日が春日今何勝？10勝か。
まあ、地方が多いからな、この馬も。2の1008マイル戦とかか。うわ、これはちょっとひどい。違うわ、これはちょっと距離が短い。スタートじゃない。うん、難しい。フェイトも出るんだ。まあでもフェイトは妥当だよな、距離的には。これか、5勝。ヒーローは何勝だ。ステミックは天秋か。でもまだ G3 勝なんで、牝馬限定の芝のレースをで出せるレースがあったら、もう8月を3週からでも出走したいとこです。なのでここが空いていました。行きましょう。あー、ダメだ、 C 機種で。ラキスタは、まあ、ダートより芝の方が良さそう。セクレタリアートで一周放牧だな。性がいいか、他はまあ問題ないからな。iPhone。で、ロートシルト賞なんか被ってない？被ってない。で、トゥルースがローズステークス、ローズステークスですね。いいとは思います。遅めだしな、ちょっとやっぱり届かない感じはあるよな。これでいいと思う。カレンちゃんが、うん、まだ自分は取ってないけどね。精神力か。
制度。さあ、オルフェーブルは芝、当然芝です。でも主戦竹豊でいいと思います。シーツ通り、インサイトはダートですね。主戦はちょっと考えよう。違う、どの内田だ。ピッチパク、ピッチパクだな。まあ内パクでいいでしょう。ダートっていうこともあるし。でフランケル、モノレホがここだよね。あとマイガール、山ガール、フィッツ、ケヨンが、ケヨンか。もう稼いでますね、熊本京子。やっぱり厳しいな、もう儲けるのは。やっぱり77万って、有力馬の1頭ゲド戦記、ドロロ出てきます。疲れがちょっと心配ですけどね。スプリングソング、はい、ということでここまでですね。はい、オルフェーブルも入厩してきましたし、宝塚記念をブエナビスタを力強いレースが光りましたね。ルーラーシップの今後にも期待が大です。シーツ馬はいいんですよね。まあ、なるべくその自家製サンバでも勝って金札獲得できるといいなと思います。ということでウィニングポスト9/2021はここまでです。この後はしばらく時間を置いて、明日の行われる競輪グランプリ2023の、予想を行いたいと思います。ぜひそちらも楽しみに。ひとまずはウィニングポスト9/2021はここまでです。ツイッチで配信を行いました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。 アーカイブを31日21時、大晦日ですね。あ、いや、19時に YouTube にプレミア公開でアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This Live Archive アップロード My YouTube チャンネル Today's After プレミアライブ、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひそちらのアクセス、リポスト、いいね、アカウントフォローお願いいたします。TwitterX、マイアカウント、プリーズ、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。
ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。